はいどうもこんにちは、プルートネットワークのプルート向井と申します。よろしくお願いします。はい、さて今回はですね、いやー泣きましたよ。泣きました。はい、ですね、今こう撮影しているんですが、こう雨が降ってるんですね。雨が降っているせいなのか、僕今すごい頭が痛くてですね、にもかかわらずとある作品を見て泣いて、さらに頭が痛くなってしまうということでですね、今撮影がですね、今夜中の2時を回っているんですが、いや本当にいい作品に巡り会えたということでですね、鉄は熱いうちに打てという言葉があるように、僕もこのパッションをですね、皆様にこう早く伝えたい、この気持ちを今すぐ伝えたいっていう思いでですね、この動画を作っている次第でございます。はい、ということでですね、今回皆様にご紹介したい作品がですね、ネクストロボ。はい、こちらの作品になります。こちらの作品はですね、Netflix オリジナル作品になるんですが、こちらはですね、暴走漫画という中国で大人気の漫画の7723というシリーズを原作にした作品になっております。そしてですね、皆様にこの映画を紹介する前にですね、投げかけたいことがありますよ。僕はですね、この作品を見て思いました。皆様はスマホをお持ちでしょうか？はい、スマホですよ。1人1台当たり前の時代ですよね。もう今じゃあ Android から iPhone、もう皆さんが持っているあのスマホですよ。まあですね、現代ではスマホ依存症という言葉があるじゃないですか。電車の中でとかでもこうポチポチしてませんか？それ、あとはお手洗いとか行ってる時に、うんぴっぴをしてる時とかにこうスマホをいじったりしませんか？しますよね。僕はしますよ。もう僕もですね、絶対にスマホ依存症だなと思うんですが、そんなスマホ依存症、この作品はですね、スマホ依存症という社会問題に訴えかけている作品にもなっております。まあそんなことは置いといてですよ。早速、ネクストロボの、あらすじ、そして見どころを皆様にご紹介していきたいなと思っております。あれですよ。皆様、この作品を初めて見るとか、あと予告見てる人、今テレビでもやってると思うんですが、あとは YouTube とかでもこう出てきますよね。予告、CM みたいのが出てきますよね。ですね、この作品はベイマックスじゃないですよ。本当にもうプンプンですよ。もうベイマックスと思ったらもう僕はプンプンですからね。という僕もですね、最初ベイマックスだろうと思ってる次第でございましたよ。でもですね、ベイマックスなんか非じゃないです。僕はですね、ここだけの話、ベイマックスもですね、名作だと思うんですが、僕はですね、こっちの作品の方が大好きですよ。そんな僕がお気に入りの作品だったネクストロボをですね、早速、あらすじをご紹介したいと思います。はい、ではあらすじいきましょう。どうぞ。では、あらすじの方ですね。舞台はですね、1人に1台ロボットは当たり前。さらにはポスト、歯ブラシ、カップラーメンの容器がロボットになって話しかけてくる時代になっております。主人公はですね、ちょい不良の少女 J が物語の主人公になっております。 J にはですね、友達もいなく、母親ともうまくいっていない。そして子供の頃に父親が家を出て行ってしまって、毎日一人で寂しく過ごしていました。 J はですね、母親と一緒に新作ロボット発表会の会場に向かうんですが、ロボット嫌いな J はですね、発表会の前に会場を逃げ出してしまうんですね。そしてひょんなことから秘密のロボットを発見し、そのロボットを起動してしまう。愛嬌満載で J と友達になりたいロボットと、ロボット嫌いな少女 J のストーリーが幕を開けるというのが今作のあらすじになっております。こっからですよ。こっからが僕の本番ですよ。もう語りたいことをもうバンバンもう皆さんに投げつけていきますからね。まずですね、いいところですね。もういいところしかない。今作本当に今作ですね。本当にいいところしかないので、まあ伝えたい気持ちがありますので、皆様にこう、話していきたいと思います。まずですね、この作品ですね、ストーリーテンポが本当にもう最高です。途中の中だるみとかも全くないです。もう本当に素晴らしい。もうそれがですね、最初のオープニングからわかるんですけど、オープニングのシーンでですね、この主人公 J の半生をですね、こう、絵で描いてるんですよ。写真みたいなのをこう描いてるんですが、それがですね、素晴らしいんですよ。オープニングを見ることによって、この世界観だの、J がこういう人間なんだっていうのが分かってですね、感情移入がもうすぐできるんですよ。つかみがバッチリな作品です。世界観はですね、やっぱり、こう、なんでですかね、SF 映画っていうとやっぱりブレードランナーなんですかね。ちょっとですね、ブレードランナー要素がですね、入ってくるんですよ。強力若元をご存知ですか？強力若元。これブレードランナー好きな人だったらもう一発でこうパーンってわかるんですけどね。あのですね、そういうシーンがあるんですよ。街にこう繰り広げるシーンがあるんですけどね。そういうところでそういう看板があったりですね。あとはですね、ちょっとしたシーンなんですけど、やっぱりこのブレードランナー要素的な、こう、暗い街中で雨がこうパタパタ、ポタ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 、パタ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 っていう降ってるシーンなのですね。やっぱり SF 映画、近未来、遠い未来かわからないんですけど、この作品。やっぱりこう、未来を表現するっていう意味は、やっぱりこう、ブレードランナー要素をこう入れたがるんですかね。あとはですね、冒頭にも話したようにですね、こう、皆様、スマホ依存症になってませんか？もう本当に。僕は先ほども言ったようになってるんですけどね。ですね、この世界はですね、みんなロボットに依存してるんですよ。もう先生もロボット。あとはですね、サッカーをするシーンがあるんですけど、サッカーもちろん僕たちがするじゃないですか。人間がするじゃないですか。違うんですよ。この世界では、サッカーするにも、自分がロボットを操作してサッカーをする。歯ブラシもですね、こう、喋りかけてくるんですよ。歯磨かないといけないぞみたいな感じで、こう、ブーってやって格闘シーンになりますからね、そっから。そっから格闘シーンになりますからね。そのぐらいもう、本当に完全に依存されている世界なんですけど、こういう世界、僕たちの現代でいうスマホじゃないですか。このスマホをですね、作った、世にこう広めた方っていうのはもう皆さんご存知かもしれませんが、あれですよね。スティーブ・ジョブズですよね。もうスティーブ・ジョブズが iPhone を開発したことにより、こう世界がもうみんなスマホ依存症になってしまった。みたいな形じゃないですか。ですね、今作ですね、スティーブ・ジョブズ出てきますよ。スティーブ・ジョブズが出てきますよ。本当に。スティーブ・ジョブズ出てきます。完全なるスティーブ・ジョブズですよ。先ほどあらすじを話した時にですね、ロボットの新作発表会っていうのがあったじゃないですか。そのシーンも完全にスティーブ・ジョブズですよ。こう、もうパーって開いて、こう、わーみたいな感じで。もう僕はですね、iPhone とか iPod とかをですね、このポケットからこう出すんじゃねえかって思ったぐらい、もうスティーブ・ジョブズです。そしてですね、ロボットがいるっていうことは、もうロボットの制作者がいるわけじゃないですか。このロボットの制作者もですね、お茶の水博士なんですよ。これもう、お茶の水博士なんですよ。このスティーブ・ジョブズとお茶の水博士のコラボレーション。素晴らしいですよ。スティーブ・ジョブズとお茶の水博士のコラボということでですね。ざっくり言ってしまえば、もうジョブズ悪役なんですよ。ジョブズ悪役なんですよ。そして、開発者のお茶の水博士は、もうお茶の水博士、もう完全にお茶の水博士なんですけど、もうお茶の水博士超いい人。もう超いい人っていうぐらい超いい人なんですけど、ですね、もう完全にですね、もう会社がアップルなんですよ。もうジョブズが主権を握って、もう俺はこういう風にロボットを売っていくんだっていうのをブイブイ言わせながら、お茶の水博士はですね、いや、ロボットというのはもっとこう、人と人をこう、つなげる、そういうものになんないといけないんだみたいな感じをですね、こうやってるんですけど、もうこれ、アップルに訴えられるんじゃねえかっていうぐらいですね、うまく表現されています。そして次は、なぜ J が不良少女、ちょい不良なんですけど、ちょい不良。そして、ロボットが嫌いになったかというとですね、冒頭で話すのがこのキーパーソンになってるんですけど、母親もですね、ロボットに依存してるんですよ。ロボットに依存していて、娘とコミュニケーションを取らない。そんなことにですね、J は腹を立てちゃうわけですよ。もうロボットなんか嫌い、ロボットなんかもう嫌だみたいな感じになっちゃうんですよ。でですよ、もうロボットがいるわけじゃない。もうこの世界も全部ロボットですから、やってること。先ほど言ったようにサッカーもロボット、もう歯ブラシもロボット、みんなロボット、カップラーメンもロボットなわけですから。そうするとですね、やっぱりこう、ひん曲がってくるんですよ、性格が。まあ、よくあるじゃないですか。もう小学校の時とかでですね、こう、何々くんがゲーム持ってるから、そのゲーム買わないと友達になれないよ、みたいな、そういうのあるじゃないですか。まあ、J ちょっとひん曲がって不良少女なんで、まあ、みんなロボットを持っているのに、自分は持っていないんで、仲間外れなんですよ。まあ、それを自分でこう表現する場面はないんですけどね。まあ、表現されてる場面としては、サッカーするシーンがあるんですよ。J がサッカー好きなんですけど、他の人たちもサッカーしてるわけですよ。まあ、先ほども言ったように、サッカーみんな、こう、ロボットでサッカーしてるんですけど、J は生身でサッカーしてるわけですよ。もうそういうところからも、こう、派文書的要素になっちゃうんですけど、まあ、その派文書的要素で、自分がもしいじめられっ子だったりさ、こうショーンってなるじゃないですか。でも J はもう不良なわけですから、もうそういうことを、あっち行ってよとかやられて、こう、バカすかバカすか自分からこう殴りつけるわけですよ。まあそういうところから友達がいなくなってしまう。そしてロボット嫌いになってしまう。ということですね。そしてこの作品で何とも言えないのがですよ、このロボットなんですよ。ああ、もうロボットいい。もうロボットいい。まあ、某ディズニー会社の、この、ベイマックスに比べるとすんげえ人間してるんですよ。超人間。もう感情とかも、こう、画面なんですけどね。よくあるおもちゃとかにあるやつですよ。この液晶みたいので笑ったり表現するんですけど、もうめっちゃ表現豊かで、もうめっちゃいいやつなんですよ。もう僕そいつがいたらもう本当に友達に なりたいっていうぐらいですね、友達になりたいですよ何言ってんだお前はって話ですけど、そのですね、感情表現が豊かで、あとはですね、声にも抑揚があって、あとは動きも機敏でですね、それでJ をもう本当に心から愛してるんですよ。まあ、ここの5つ目なんですけど、この5つ目がですね、武器がいっぱい持ってるんですよ。超強いんですよ。でですね、先ほど話したように、J はロボットが嫌いなわけじゃないですか。で、このロボットなんですか、このロボット、名前もないんですよ。ロボットなんですよ。まあ、あるかもしれないですけど、僕聞き逃しちゃったんですけど、もうロボットなんですけど、そのロボットはですね、好かれたいわけじゃないですか、J に。で、J は、このロボット武器があってめっちゃんこ強いんで、一緒にロボットを壊しに行かないかっていう提案するんですよ。本当はですね、このロボットすんげえいいやつなんで、そんなことしたくないんですよ。したくないんですけど、J と仲良くなりたくてしちゃうんですよ。もうそこのシーンとかもですね、ちゃんと表情に出てるんですよ、顔に。液晶の顔にですね、ちゃんと喜怒哀楽があって、もうこう、バコンバコンやってる時、普通に、だからあれです、ポストぶっ壊したりとか、他の人のロボットをぶっ壊したりしてるシーンでですね、もう顔がだんだんこう、しょぼーんってなってくるんですよ。もう、でも、そのロボットはですね、J と友達になりたくて嫌われたくないからって言って我慢しながらこうやっていくんですよ。もう、バコンバコン。もう、そこもですね、こう、なんて言うんですか、なんか、友達作れないことかにあるよねみたいな、こう、自分のこう感情を表現できないのあるよね、嫌われたくないからっていうのが、もうそういう、せき込んじゃうぐらい魅力的です。そしてこの作品で、うわー、やられたなーと、うわ、すげえな、この発想はやべえわって思ったのがですね、ロボットにこうデータ容量っていうのがあるんですよ。まあ、ハードディスクみたいな感じですよ。普通のロボットはないんですけど、この主人公のロボットはですね、途中でまあ、そうこうしているうちに自分が壊れちゃって、データをですね、容量がパンパンになる前にデータを削除しないと、シャットダウンされちゃうっていうくくりになっちゃうんですよ。でですね、まあ僕たちもスマホを持ってるじゃないですか。まあ、それは、例えば、こう、写真だの撮っていくと、だんだんこう、パンパンになってきますよね、写真、こう動画とか撮ってると。その動画、この主人公ロボットにとっては記憶なんですよ。自分の記憶を消さなきゃいけないんですよ。で、悩むんですよ。自分のデータをですね、何を消そうかって思うんですよ。で、そのデータが出るシーンがほんと泣けるんですよ。こうブワーンって出すんですよ。スクリーンみたいなこう立体でブワーンって出るんですけど、それが全部ですね、J の思い出ばっかなんですよ。J が笑ってる顔、J が怒ってる顔、そして一緒にロボットを壊してるシーン、もう全部が思い出なんですよ。でもこのロボットっていうのは消したくないんですよ。消したくない。もちろん皆さんもそうだと思いますよ。データ削除されたら嫌じゃないですか。スマホ壊れてデータされたら嫌ですよね。もうそれなんですよ。もうこのロボットはもうそれをしないと、でもシャットダウンされてもう壊れちゃうんで、しなきゃいけないんですよ。あとはですね、こう J とこうロボットの友情ですか、少女の成長を描くというか、ロボットの成長を描くというか、うまい、本当にうまい、心を打たれるシーンがあるんですよ。本当になんていうんですかね、こう絵とかでもこうすごい表現してくる作品なんですよね。こう見ていてこう心がこうグッと締め付けられる、あもうああみたいな。俺変な映画見てないですからね。エッチな動画見てないですからね。ちょっとあれですよ、もううんってなるんですよ。もうこの胸の痛みなんだろうみたいな、こうなんだろう、この胸の痛み、こう久しぶりに映画を見てこの胸の痛みみたいな、こう小学校、中学校、高校時代を思い出させる、記憶を思い出させるような作品なんですよね。こうみたいな、もうこっから僕はオノマトペでこう語ってきますもんね。みたいな、すげえいい作品みたいな、なんていうんですかね、もう全部先ほどおすすめしたポイント全てなんですけど、こう子供から大人まで本当になんていうんですかね、こういうおすすめの仕方、まあ僕もよくするんですけど、ちょっと一味違います。この作品は本当に大人の人は大人の視点で考えさせられる。そして子供の方は子供なりの問題があるじゃないですか。皆さんも思い出してくださいよ。小学校の時、中学校の時、高校の時、思い出してくださいよ。今思えばこう何でもないようなことが小中学校、高校生にとってはもう人生が変わる、死んじゃうんじゃないかっていうぐらいこう心がこう引きちぎられる問題があるじゃないですか。もう夜中の2時半に俺はこうこう引きちぎられるような思いがあるわけじゃないですか。そういうのを含めてですね、この作品子供から大人のまで楽しめる作品だと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。ネクストロボ、あらすじ、そして僕がこうおすすめしたいポイントということでお話ししてまいりましたが、見て見て、もうとりあえずいいから見て、ネットフリックスに入って、僕別にステマとかじゃないです。ステマとかじゃないんですけど、ネットフリックス入ってて損はしない動画配信サービスです。本当に名作が多い。本当に名作が多い。そのネットフリックスオリジナル映画っていうことで、こうネットフリックス独自でこう制作している作品なので、ネットフリックスでしか見れない作品なんですよ。これですね、ネクストロボ、僕もし劇場公開とかされたらかなりいいとこまで行くと思いますよ。本当に本当に思います。それこんだけいい作品を、それがネットフリックスの売りですからね。あれなんですけど、本当に大画面でも見たい作品です。大画面で見たい、迫力満点の映像シーンもあるので、本当にこれは劇場で見たい作品だなと思っております。で、ネットフリックス、もう皆様本当に加入していただきたいです。もう今ですね、月額600、700いくらから、値上げするんですよね。値上げするんですけど、本当に入っていて損はない作品です。作品じゃない、動画配信サービスです。ですね、僕ですね、こう、ネットフリックス、Hulu、Unext、あと、あれです。Amazon ビデオ、こう、全部一時期こう入ってた時があるんですが、これもね、ちょっと動画にしたいな。これ動画にしよう。僕がおすすめするネット配信サービスみたいな感じで動画にしよう。で、まあ置いといて、置いといてですよ。まあそういうことで、ネットフリックス、皆様、見てください。ネットフリックス多分1ヶ月無料とかあると思うんで、このネクストロボだけ見て、あとはこう加入しなくても、いいと思います。それだけ、この作品は見て損はしない作品です。皆様の映画ライフにですね、感動が待っていますよ。ネットフリックス。ぜひ、加入してみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価などなどですね、よろしくお願いします。あとはですね、コメント欄の方とかにも、コメント書いていただけたらなと思っております。まあ、好きな映画だの。あとは僕、最近、ゲームも好きなんですけど、ゲームの情報とかも書いているので、もう何でもいいです。あでもいいですよ。うんちでもいいです。うんち出ましたみたいな。うんち、プルート向井さんみたいな。僕、プルート向井って言うんですけどね。はい。プルート向井、うんち出たよみたいな。うんち出たよーとか、でもいいですから。コメント書いてくれたら嬉しいです。はい。ではですね、また次の動画でお会いできたらなと思います。皆様の素敵なゲーム、映画ライフをお楽しみいただければなと思っています。以上、プルート向井でした。じゃあね。泣くってさ、いいよ、心の汗。